はい、どうもシュです。今日もリアカの動画撮っていきます。今日はね、イベントについて追加で情報が上がってきたのと、まあ、一個ね、お知らせというか、イベントに触れる前にこれやっといた方がええよみたいな情報が追加で出てたので、まあ、そこをお伝えしようかなと思います。で、まあ、おまけ情報の先に言っちゃうんだけど、のね、サマーバケーションのところに、なんか、いっちゃん下に一行だけ、無料育成リセット、イベント期間中、URAU の育成リセットが無料となります、もう一行ですって書いてあるんだけど、これね、結構大事だと思うんで、まだね、8月5日だったら、奇策混ざってるんで、最後の奇策とかも、これを交えてできるっていうところで、必ずやるようにしてください。まあ、やり方わかってると思うけど、ここの右上の3本線のところから育成リセットのところで、この URAU でね、リセットできるんですけど、まあ、これが今1回500元生かかってるのが、まあ、無料で無制限できますよっていう話になります。はい、めちゃめちゃでかいんで、これはね、必ず使って、今さ SRAU とか多分腐らせてるのとかかけらね、本当は1440だっけ、 SR とかだと溜まってるのに使ってないみたいな人結構いると思うんだけど、まあ、今回を機会にね、ぜひ使ってみてくださいと。はい、で次、これがね、イベントの追加情報が来てましたね。で、俺昨日の動画でこの霊獣の討伐については特にランキングとかないから、別に適当でいいっすよみたいな話をしてたんだけど、これランキングありますね。この画面見たら、左下のところにランキングってついてて、やべえ、誤情報流したと思って、一応ここで訂正させてもらいたかったんだけど、まあ、これが、あれかな、奇策みたいな感じで、ランキングによって、まあ、報酬がもらえますよっていう感じになってくるのかな。で、ここに、まあ、イベントのヒントみたいなのが書いてあって、最初、5パの荘園でやってくれやって書いてあるんですね。荘園プラス諸葛亮馬長、諸葛亮とあと何、長雲で組んでくれよなって書いてあるから、まあそれで組んだらいいんじゃないですかねっていう感じですね。もうこれがええでって言ってるから。ただこれガチャっていうかね、その英雄をこう回転させるのにも15回しかリセットできないっていうところもあるので、まあね、基本5の荘園派を中心に考えながら、あとは基本火力パーティーを組んでくださいねって書いてありました。宗神はいらないですって書いてあったんで、宗神は使わないでください、このイベントにおいては。はい、というわけで、霊獣襲来のね、コツも何もないような気がするんだけど、基本このバフはあれだね、いつもやってる刀剣の感じと一緒かな。で、朝の5時になったら、バフが解除されるっていうことになるんで、まあ、そこはね、ちゃんと注意してやってください。バフのね、獲得、ちょっと、どうやるのかよくわかんないけど、まあ、多分ね、スタートしたらわかると思うんで、まあ、ちゃんと説明見ながらやっててください。というわけで、今日の動画は、霊獣襲来の、追加情報が来てて、すいません、誤情報を流してたので、大変申し訳なかったんですけど、そこの修正と、au の UR リセットが、明日から8月の19日まで無料になるっていうところで、そこの紹介でした。はい、今日の動画はここで終わりたいと思います。明日から、8月5日になるんで、イベントいろいろ始まるんで、もろもろ夏の動画も出していきたいと思います。というわけで、今日の動画終わりたいと思います。ありがとうございました。